さえっ、ー、とですね今日この動画はですね、えー、ちょっとアップしようかどうか、えー、ちょっと迷ったんですけど。 えー、野村監督のことについてちょっとコメントしようかなと思っております。うん、そうですね、まあ,あの朝ニュースの方で、えー、野村監督が亡くなったっていうニュースを目に、えー、しまして、うん、なんて言いますか、ちょっと言葉が出ないというか、え っていう衝撃の方がちょっと大きかったです、えー、僕にとっては、えー、プロ2年目から、えー、監督になられて、えー、そこから開幕投手もやらせていただいて、えー、まあ良くも悪くも、えー、野村監督、えー、非常に可愛がっていただきましたもちろんあの息子の勝野さんにも、えーまあ、明治大学っていうこともあり、えー、野村監督の息子でもありということで 非常に可愛がっていたただきました、えー、なかなか思うような結果は残せなかったんですけども、えー、野村監督が、えー、開幕当時で1年間フルに、えー、使っていただいたことにより今の僕があると思ってますしもしあの時監督が1年間僕のことをフルで、えー、使っていただかなければ、えー、もっともっと早く、えー、選手生命が短くなっていたと思います。えー 野村監督についてはいろんな各方面からも偉大な監督、名将、名指導者、名監督ですね、というふうに言われておりまして、僕自身もそう思っています。野村監督に教えていただいた野球というものを一つ、一つ心に刻みながら、 これから生きてていこうと思っおります野村監督が名指導者だったように僕の方はこれから野村監督の教え野村ノートっていうものを少しずつ実際子どもたち含め野球人口が今減っていますけども貢献できるような指導者の道になりたいなと えー、少しながらでもありますか、えー、頑張っているところではあります、えー、本当とに何、えー、て言い,いか言っていいかちょっとなかなか言葉が浮かばないんですけどもまあ言いたいことはすごいたくさんあって、えー、感謝の気持ちもや、えー、むほどありますただ動画ではやっぱり伝えきれる部分と、えー、伝えきれない部分、えー、たくさんあるんですけど まず、まあ、僕は YouTube をこう始めて、えー、野村監督は見ることはもうないと思います。ただ、えー、今まで野村監督に対して、えー、感謝の気持ちっていうのは、えー、少なからず、まあ、面と向かってなかなか言うことができずに、えー、時がたったっていうことも事実であります。えー、こういう YouTube を通してですが、 野村監督に対しての、えー、感謝の気持ちを、えー、述べていきたいと思います、本当にありがとうございました動画を見ている皆さんも、えー、YouTube を通して、えー、こういう、えー、野村監督に対してのコメント、えー、僕は発信しているわけですけれども、えー、他になかなか発信する場所もなく、えー、こういう動画になってしまいましたが、えー、皆様もご了承ください。 そうですね、本当にあのうん、まあ、初めに戻りますけど、えー、まさか野村監督が虚血、えー、精神不全ですかで亡くなるとは思っていなく、えー、最近のニュースでも、まあ、テレビで見たりとか、えー、この間、シタックスの OB 会に参加されていたシーンですとか、えー、いろいろ見てましたので、まあ、ただ車椅子にはなりましたけども。 コメントに対しても非常に元気ですしまさかこんな早くにというふうに思っておりましたただあの2017年の12月に野村幸男さんが亡くなられ少し元気がやっぱなくなってきたのかなというのが、えー、印象ではありましたその分まあ野村幸男さんというのは野村監督にとって偉大な奥様でもあり女性でもあり というところが、まあ、心の支えではあったんじゃないかなと思いますすいませんえー、まあなかなかまとまらないコメントですけども、えー、心よりご冥福をお祈り申し上げます天国の方でも温、えー、かく見守っていただければ、えー、幸いです では。